どうもボボビビーーーアトレザーのボビーです、えー、今日はですね、えー、12月14日ですね、えーえー、104回目のライブ配信になります。それではオープニングムービーをどうぞ。 えー、ボビーアートレーザーのボビーです、えー、今日今日もですね、えー、ボビーアートレーザーの大阪のアトリエからお届けしておりますライブでお届けしております大阪のボビーアートレーザーのアトリエからライブでお届けしておりますよね <laughs>、えー、まあまあ唐突にいつもはあのバタバタって,ってあのやってますんでね、えー、ついついこうなりますけども、うん えー、今日の大阪ですね、えー、ちょっと曇り空で寒いですね、えー、今、あのー、暖房をつけました暖房つけてもちょっと、あのー、膝下がねこういう座ってた人ひ冷えるんでね、えー、膝掛けかけたりとかねあとまあほとんどまあタッチ仕事っていうか、ねえー、体をこう動かしてねやってるんでねでまあ、えー 朝もずっと、ね、作っと作てましたで今日のテーマを話しようかなと思ってまああのメイキングみたいな感じのね、えー、ことをですね最近、えー、お話ししてませんかで、まあ、今日の104回目は「レーザーハットができるまで」みたいなざざざっとねあ詳しくはあのブログでご覧いただいたらと思いますねえー、なんか研究発表みたいやけどね、えー ボビーアートレザーのーハットですね、えー、バルハットネオ、ねこれえー、これ写真のはですね何、えー、ですか、えー、バルハットネオの右側右側、えー、写真ね向かって右,右側かな画面の右側が写真のね馬側のタイプで、えー、左,が左側っていうかの黒い方ねどっちも黒いですけど。 黒い方はですね、えー、これプルアップレザーですね、うん、あのポーランドのノ、ねえーコバのレザーですねちょっと油分の多いっていうかあオイルのね含まれた感じで一方オレンジ色っぽいようなラインが入ってるでしょそれはですね写真っていうんでねあの昔のですね、えー、ライダースのジャケットとかいろいろ革ジャンとかでねよく使われましたねあの なんて表面をこう塗装っていうか、まあ、染料よりも顔料というかねあの、えー、色を入れてるっていう感じなので、えー、こう擦れていってるうちに、ね、内側のレーザーがですねのひょひょ、えー、が浮き出てくるというかねちょっと茶色っぽいような感じに、ね、なってくるような感じですねそういう営の変化がある <laughs> あの、まあ、マニアの中では人気なレーザーですかね。うん まあ写真って言ったら、みんな、検索してください。写真って、えー、検索してくださいあの。僕も好きな素材ですね。うん。で、まあ、えー、まあそれをね、どんな感じで、えー、作ってるのかっていうことね、もう平たく <laughs> あの写真をピックアップしたんでね。えー、これはですね、えー、このレーザーにですね、こ馬側ですね、これもプロアップレーザーですね、ちょっとこう、表面がこう、なんていうの、曇ったような、こう、村があるでしょ。この村がいいんですよね。 うん、村があこう何とも言えずにこう作ってるかぶ、えー、ってったり、えー、使ってるうちですねこの色ムラがですねどん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 進化してですね、えー、たまらない、えー、表情に育っていきますねでこれにですね、えー、銀ペンを使ってですね、えー、ちょっと待ってね銀ペン取ってくるわ僕の場合はですねあこ,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 こうしたらいいかな これ,これ銀ペンですねもうこれ、えー、ずっと使ってますけどドイツ製のね、うん、<laughs> まあまあ,あドイツは結構こういうペンとか得意なんですかね僕もあのロットリングっていうのを製図をしてた時にロットリングっていうのを使ってましたねずっとね。 うん、まあそれも同一ですかね。いろんなあの要はこういう図面とかこういう専門的なもので結構同一性が多いですよね。うん、なんでしょうかね。なんかそういう背景があるでしょうね。うん。まああのこの銀ペンをですね、えー、中にこうなぜ銀ペンを使うのかは僕もあのわからないです。なんかみんな銀ペン銀ペンとからね。これ銀ペン。えー、こ,こう。 書いたら銀,、まあ、銀色のまあまあチャコペンみたいなもんですかねあのお服作る時にねあの三脚の,あのギターのピックみたいなね印つけるチャコペンみたいなああいう感じでこう、まああの型紙をの,のしてですね、えー、でまあこうトレースしていくわけですよ。ねこうおどこの場面、まあ、変わってほら均一布と違って均一じゃないので、えー、どの場所が、まあ、色が雰囲気が えー、綺麗かなとかあ縦伸び横伸びとかいろいろあるんですけどまあまああのー、そういう感じでですね、えー、かっこいい場所をですね、えー、選んでいっていうんですねもう嫌にこ,うこれ、あのー、最初はあ躊躇するというか時間がかかりますねこうやり始めて、うん、でまあそっからですね、えー、カットしてるんですねこれもう発祥ってますね。<laughs> あのパーツをですね大体あらかたに、えーまあ、こういう感じのパーツをーカットしてですね、えー、ここからですね、えー、折り伏せていったりとか穴を開けていきます。えーね、これポンチで、えー、今ポンチはあっちにあるからちょっと取りに行くもあるんですけどまあまあこういう台にですね、えー、こ,これを使ってですね、えー、小槌ちで僕もも,も,も,、ね、も,も,も,もうえい,い感じに。えー でも苦労なってますね。<laughs> ね、うん、もう中でも毎日売ってますからね、こうペッコーンなってますね、へこんでますね。まあいろこれも対抗という人もいろいろ呼び名はあると思うんですけど、まあ僕の場合はもカービングとかじゃないんで、まあもうとりあえず穴を開けるっていうんで、まあ特にあの何ていうの、おこれがいいとかいう道具道具にはあんまり興味ないんでね、まあこれでえコンコンとこんこんとね。 スナップして、えー、ポンチにねで穴あけていきますけどねまあこの穴を開けるのがですね、えー、失敗したらもう,もうおじゃんです <laughs>、ね、埋められへんから、うん、補修きかへんからね、うん、だからまあ,あの真剣ですねこの時はね、はい、この時は全部そうですよ、うん、けど特にあの気が抜けないというか全集中ですかね今年は流行りのねなんで,、えー、でまあこういう感じでねパーツを作っていきますねで でこうう次はですね、えー、革紐をですね、えーまあ、カットしてさっきの馬側のねでそれをですね、えー、専用の、まあ、それもちょっと今と届かんけど針、えー、をですね専用のこうレース針ってあるんですよ。に、えー、で,ですねあきた箇所をですね、えー、パーツをつなぎ合わせてね、えー、こういうふうに。えー

うん、あのー、なんていうのかなえー、っとですね、えー、最初はまあ、まあ、でもう全部まあパーツがつ、あのーえー、全部つなぎ合わされましたっていうことですねまあそこからですねやっぱりこう、まあ、補修っていうかあのあ自分で形作っていくんですねこう,こういう感じでやっぱりこう先端のところで、ね、結構目立つんで特にあのボビー・アトレザーのこういう,う,うねっハットはね あのここが割と肝なところがあるんででここら辺をねこう作っていってでまあ,あのなじましていってですねでねこういう感じでこうなんですかいい膨らみというかまあ 3D ですよねもうあのエ,アエアロフォルムというかうんまあそんな感じですねこういうふうに出来上がっていくんですね。まあ,あこれがまあ何日かかかりますけどねこれがね。 またあそこからそこに行くまでのお検証というかあいろいろあってですね、うん、まあそういう形で、えーまあ、大体まあ,あ1週間ぐらいかな一、えー、つが出来上がるまで1週間かかるか,かまあ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 ,あの見といてくれたら大体一、えーねまあ、つのものがあ作品となってあとはですねやっぱかぶっていただいて。 で完成したこの直後とかはですね、まあ、あの帽子の形っていう感じですよ。おねハットの形、うん、ハット型、うん、ハットになってるんですけどそっからやっぱりこう毎日のようにですね、えー、体になじませてもらうというか、うんまあ、レザーなんであの体に寄り添ってくれますからある程度こういい感じでねでもそっからこう生活習慣というかねごあの使ってる方のね でまあそれで、えー、その色のその方形のお色に染まってくるというかあその方の形になるというかうんもう相棒になっていくわけですねうんでまあそんな感じでまあまああもうあのーまああままの今からもですね <laughs>、えー、ハットをですね、えー、作っていくんですけどももうちょっとしたらねまあまあそのま 型紙とかデザインをね起こしていってる最中ですけどね、うん、まあそんな感じで、えーまあ、ざっくりと掛け合わせてでしたけどね、まあ、あのこういうライブ配信なんでねあとはまあだからああのブログをですねあのこの下の概要欄に、えー、YouTube でしたら下の概要欄に、えー、貼ってますし。 ねえー、そこで飛んでもらって、まあ、ホームページを見ながら僕のおこうブログの記事ですね、えー、メイキングの、ね、記事をおご覧いただいたらなと思います。でまあ今日もね、えー、いろいろ語りましたけどね、うんまあ、あのそういう形ですね、えー、もうねクリスマスとかあ近くなってきまてますけどね まあ急に今週ね入ってから急にあのぐっと大阪は冷え込んでますんでねえ本当に体調はねえ管理だけはあ皆さんねこのご覧の皆さんもねえ気をつけてださいねあのもう安心安全ポジティブにねえ過ごしていきましょうやっぱこう気持ちがやっぱこう病は危からって言うたりするじゃないですか。 ね、やっぱり心配事いいろろあ,あります、ね、僕でも毎日、えー、ジェットコースターのようなあ毎日ですからね、うん、だけどまあまああのー、なんていうんですか、ね、あの気持ちはですね、えー、常に、ま、前向きにっていうかあのエンジョイするようにねなあの楽しむようにしてます。ねえー、そんな感じで、えー、まあ、あのー、今日は「ハットができるまで」ということをですね、えー駆け足でえー お話し,してきましたね、えー。まああのこういう,うなんていうのかなこういうねこういうラボビア・テザーのハットをですね、えー、愛用してくられてる方とかね、えー、いつもちょっと気にかけ気になるなっていう方もいると思うんでねだからああのまそういう感じでまあまあそういう感じでまあできてますよということを ずっと同時にですね。まあ読んで、ブログを読んでもらえば、ああ、思いとか、そういうね。まあ、あの、どういう気持ちで作っているかということとかも。あと、まあ、ちょいちょい、ちょこちょこで、あの動画もね。あのー、挟んでますんで、それも。ご覧いただきながら、あのー、味わっていただければなと思います。それでは、またお会いしましょう。ボイビーでした。じゃあね、バイ。